あー、やっぱガブリアスから来る命がいい。どうやステロでしょこれ多分。これ氷テラバースいきます。いやまあ、たすきだった時だけ裏目でもないかな。ステロだけ撒いて殺せるならまあそれでいいかな。マスカにはスカーフなんですけど、あー守る偉い。変なガブリアス来たな。これじゃあ引いてくるかテラスタル。え、パワーさっきの一生でいいんだね。まあちょっと気を取り直していきますか。なんか変なパンティ来たな。初手に来そうなのがエーフィーかルガルガン。タスキはエーフィーか。でも待って、エーフィーとルガルガンこれどっちがタスキか分かんない。もうエーフィーはメガネサイキネかもみたいな話あるな。なんで4足方向統一かと思ったらマリルリがいるけど、エーフィーが重いんで、まあ、こうやっぱマスカーニャからしか投げれないっすね。なんか別に刺さってそう、刺さってそうと言われるとなんか何も刺さってなさそうだけど、ただサーフをワンパンできそうなポケモンがブースターしかいないけど、ブースター来るかなこれ。まあ、AP 重いんでそこに強め、気持ち強めなサーフ王と、相手のパーティーがそんな速くなさそうだからガブ投げたいけど、マリルリ重いか。マリルリ重いな。このヨカマリがガブリアス。トレーナーカードの画角同じだったな。あー、エーフィーから来るメガネサイキネかマスカ、なんだろうな、これ突っ張ってくる。こっちの方が早いんですけどね。マジシャンの可能性はあるな全然。まあ、一旦畑でいいかな。こっちスカーフなんでさすがにこっちの方が早いと思う。まあ、タスキだったらどうしようって感じ。タスキだったら結構やばいか。マジシャン耐えると思うけどな。マスカーにちょっと耐久振ってるんで、でメガネサイキでもないんで、でもメガネマジシャだったら耐えないかな。さあ通る。タスキでもないメガネだったんですかね。シンプルに畑で倒され、メガネだったんだ。まあ俺のどうなんだろう。スカーフがバレたのかな。敵メガネだったんで、こっちがスカーフだったかどうか分かってないと思うんだけど、エーフィーって S130 とかだっけ。そんなないよね。ルガルガンが出てくる。こいつタスキっぽいんだよな。とりあえずタスキ悪い意味でも、叩き連打でいいかな。タスキっすね。じゃれつく、まあ分かる。強いな。マスカーには弱いのか。ドリルライナーありそうなんだよな、サフを舐めても。で、ガブリアス、敵の後ろにもうガブより速そうなやつがいなかったんで、ガブ投げてテラス切りますか。まあ、多分ここ。じゃれだと思うんだけど。まあテラス切ってくる可能性あるけど、これ飛行だった場合のみやばいかな。飛行だったらサフゴに変えなきゃいけないけど、まあサフゴかガブかどっちか一匹は持っていかれますよ。まあそう、ジャレスク強いな意外と。
あー、マリルリの悪事耐えるかな。マリルリの悪事が来た場合のみちょっと怪しいかもって感じかな。あとはもうタスキもいないんで。あー待ってよ、イキリンコでもグレイシア。いやちょっと地震でこだわったの早計だったかもな。グレイシアやできることある、タスキでもないんで。まあつぶて、つぶて何なんだろう。地震通っていく、まあそうだよね、つぶてじゃ落ちないもん。霊火とか打ってたのかな。まあ意地っ張り8の巻き、あのバンビーさんの最終1のガブリアスと同じステなんで、まあ火力はバカと。意地っ張り8巻き地面ってやつガブの地震なんで、まあ耐えないですねみたいな感じだね。いやでもイキリンコ見えてなかったわ、ちょっと変な外敵大きな。イキリンコ、イキリンコ考えたら地震でこだわるの危なかったっすね。普通に、まあ、毒好きとか採用してたんでその辺でもよかったのかな。あーまあギャラから来る、そうだよね、うちギャラ刺さってたもんね。まあ残念ながら威嚇でしょ、魔元気このよざれなんですよね。はい、合わせていくのに成功する。龍舞とか嫌なんで挑発から入りたいな。挑発から入りますか。え早すぎんだろ。待って、ちょっと今いけそうでいけなかったんでまたやりますか。あーなんか相手のガブリアス起点作成臭い、うん、ウルガモス物流系臭いよな。ガッサはさ、サーフをこの要素でといて出てこないと思ったら意外と投げられるんだよね。まあ敵の初手に大体強いのがこのヨザルかで、サーフ号がだるいんか。サーフ号どうしようかな。まあ、マスカーニャかな。サーフ号、このヨザルサーフ号対面飛んでくるのはシャドウ号なんで、そこに下げれるのはマスカーニャしかいないんだよね。ロトムも HD 振りなんだけど S 振ってないんで、ちょっとなんかメガネとかだと怪しい。このようマスカーニャで大体見えてるけど、まあ、カイリュー重いか、まあ、ガブカイリューあたりが重いっていう話もあるんで、でもカイリューね、ガブの鉢巻き撃で飛ばせるんだよね。だからこの3体のうち誰か1匹刺さってるやつ、ガブがサザンより遅い、キノガッサ考えたらサーフ王の方がいいか。いやーでもウルガモス考えるとガブかな。まあ、こんなもんでしょうか。いやーロトム投げてないの、ちょっとウルガモス舐めすぎか。ウルガモス重いんだよね、ドッキ持ちとかいないんで。この炎を照らすこの夜空で見なきゃいけない、これ誰。うわーサーフ号一番嫌なの来たな。スカーフじゃなきゃこっちの方が早い。テラスフンド打とうか。ちょっとメガネシャサフ号のメガネシャドボってさ、この夜空にどんぐらい入るんだろう。いや、いいダメ入ってしまう、これちょっと受けれないな。マスカーニに引きます。マスカーニはスカーフなんで、相手のまあサーフボーがスカーフでもマスカーニの方が早い。シャドーボール打ってくる、まあ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 、そんな強くないな。普通にスカーフとかこれ系臭い。じゃあここ畑でいいかな。スカーフならテラスして突っ込んでくるとかもありえるんだよ。突っ込んでこない、いやスカーフ臭いな、こう突っ込んでくるのは。なんか死んだんだけど、 CS スカーフとかが思ってる弱かったな。あー海流が来てしまうか。ここマスカーニャ起点になる可能性あるんで、このヤザルに下げたいんだけど、
いやリュウマイあるよな、これここリュウマイの可能性あるんで、このヨゼル投げる。ハチマキ新速度があったらマシだけど、ここリュウマイだとちょっとだるいことになるか。あーリュウマイしてくるか、まあまあわかるな。地震かな、地震考えたら、いやーカバ投げなきゃいけなかったか。無限にリュウマイされても困るんで挑発に入れるしかないっすよ。振り方によってはリュウマイ2回海流よりもマスカーニャの方が早いんで、引いてくる。なんだウルガモス、え、ウルガモス引いてくれたのありがたいな。これだと俺はガブを投げてなきゃいけない、ガブじゃないカバを投げてなきゃいけなかったから、むしろアドでこのオテラスリュードいきます。全部だいたいなんだろう、ウルガモスの主要技を反撃で受けてると思うんだけど、まあ HB ってことだな多分。あれ違う、普通殴ってくるか、怖いな。メガネとかじゃないよ。そう相手はこれで良かったのか、フンドの拳ここから打っていきますか。まあ挑発打ったんで超舞とかもできない、朝膝もできない、引いても海流の丸スピが割れる。さあどうするんだ、さあ引いてくるじゃない、テラスタルしてくる。フェアリーテラスタルとかかな、ここでプラス切ってくるのは。岩、それは予想できなかった。なんだそれ、え、何岩テラバーストとかで飛ばされるのかな。超魔に積まれてないから一発返しそうだけど、ちょっと硬いな。オーボーもやっぱ物流系系か。ああテラバーストある。ウルガモスをカモる系このヨザルだったはずが、カモられてしまう。これ耐えないか一発で。うわあ耐えないなマジか。まあここガブリアス投げるんですけど、マスカーニャが氷テラスも切れないんでガブリアス投げるんだけど、やけどで負けかな。やけどで海流の跳ねやす、リュウマイ跳ねやすんで、ね、ちょっと受けられちゃいそうなんで、激輪一発ハチマキなんでさすがに飛ばせると思う、まあ、HB とかだと思うけど、このウルガムス。地震読み海流引きとかしてくれたらもっと後だね。まあさすがにこのウルガモスマスカーニャのトリックフラワーで飛ばせると思うんで、やけどしたとしてもリキリンリキリンとかで、まあ、やばいのは、あーおいおい落ちるよね、落ちる。でやけどしないでお願い、やけどしないか、オッケー。もう海流にテラス残ってないんで、でガブが8の木なのは多分分かったでしょうと。こう激連でこだわるとこういう風になる。はい、オッケー。まあまあまあ、岩手アバーストちょっと予想してなかったけど、あ、そうか、炎の前で1段階上がってたもんな。し、それは耐えないわ。まあ、綺麗に勝てましたと。まあね、マス補給に行くまで割と負けて、なんかドドゲ山の相手三連貧備でカバが、まあ、突破されたりとか、まあ、その時もマジで流れ悪くて追加効果
シャドボーデイダウン10万ボルト麻痺とか全部食らうみたいなのがねずっとあって、ちょっとそこで 5,6 連敗ぐらいしちゃったんだけど、まあまあそこ以外はまあ割り切りで来たかなみたいな。マスボ級行ったよね多分。いやー行きましたね、18,569位と。割と負けちゃったんで、まあまあ目標レート2000なんてかなり高めだけど、レート2000なんで、まあ頑張っていきたいですね。マスボ級対戦も今回これで終わりでございます。それではお疲れ様です。